草野球を笑うな。うなはい、草野球を笑うなでございます。よろしくお願いいたします。暑い,いですね。暑いです。もう連日三十五度前後。 さあやっぱ毎年暑くなってね立秋を過ぎたというのに毎年暑くなってるかなもうさ昔の暦でいうと秋ですとかもうやめようよあのさ去年どんぐらい暑かったか覚えてる覚えてないもん <laughs> <laughs> じゃあやっぱり変わってないのかもしれない <laughs> あ<ー>昔の暦だったらもう秋ですっていうねもうい何の意味があるんですよ二十四節気ってやつだよなはい、はい、だからもう1か月ぐらいずれてんだろそも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 1月2月3月冬456 あれ123が春456が夏とかだったからなそそうう8910もあれですよ秋ですからもうねだからずれてるんですよずれてますよだからやめようと俺いつも主にあれ見るともう暦の上では春だの秋だのでもあれでも中国だろまあそうなまず大元書いてもらわないとああ大変だ東アジアの火種がまたそう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 火種が そしてそれ言ったらそれなんだよとか言われかねない今や戦争ですよそうですよねいい感じでしょう、<laughs> なんかねそのくそ暑い中、君、神宮球場に野球見に行,行きましたよ、あの神宮球場、うん、もう最高、もうね、駅降りてもう最高と思って、うん、神宮球場の敷地内に入った時点で。うん もう100度あったよ、100度温度がそうか山がもうものすごい蒸し暑いなあれなあれさ、前さ一緒に行ったときさ、うん、か風があったじゃないですかあれって夏だっけえっと、あんが暑かったよね意外と暑かったんだけど,だけど風があってあれいい感じなんて思ったけどそ,うそんな無風だよ、無風風なんか吹きはしないで <laughs> 何、あんな蒸し暑い中あれきてんのって思ったよ。 服ユニフォームねうんおーあれさスタンドとグランドではやっぱりグランドの方が厚いんべそりゃそうじゃないだってだろうよな、うん、いやそりゃそうだろうな<あ>グランドが一番厚いと思うよだってぼんンだぞあれ <laughs> <laughs> そうだね <laughs> 盆地なんだよ東京のど真ん中にある盆地やんそう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 神宮球場そうなどうでしたか試合の方は試合は勝ったヤクルトががヤクルトは中日に勝ちまして古典版ですよ意外とね古典版に勝ったんでだから非常にこう見てて楽しいものがありましたけどあれですか全部見たの 1>, 1から9まで。1から9まで見てよ。そう。うん、で、昔僕ね、あの、このポッドキャストで喋ったんだけど。7で帰れって言ったろ早く来てね。そう,そうそう。4時半に入って、7回で帰る。ええ、帰る。どうぞ、やったんすか。いや、そういう人いたね。いるでしょう。7回で帰ってる人いた、いた。あの、試合がほら、膠着してな、なんていうのうんうん。ものすごく、ね、クローズしてる時はさ、 そうなんだよね。最後まで見ても、ね。もでも一番前で見たから。マジすか、うん。あのバックネット裏のさ。マジで。はい、で、ヤクルト側の。うん、だから、なんちゅうの。まあ、帰るわけもいかなくてさ。でもさ長くね、三時間とか間。長かった。えっとね、三、三時間ぐらいやってたぜ。脱水症状やで、ね、脱水症状だから、もうかき氷は食べるわビ,<ア>ビールは飲むわコーラは飲むわです。ションベンって。そうですよ。 なんかタバコとか吸っちゃってす吸えんなっけあれあセーえるーえあるんであったなあったなああそうですかどうでしたかほんで野球見てんかえとく参考になるプレーとかありましたかありましたまず青木って人がいたんだよメジャー帰りの青木はい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 青木って人は青木って人がいたんだって野球ファンたるもの青木はみんな知っとる前提でいこうよこれはね今から言う話やねビビるよ ぶっちゃけ。ビ,ビビらせてくれ。青木は、うん、ヤクルィットで唯一、うん、あの、ユニフォームの足が、うん、足をまくってたよ。おストッキングをこう、スス出してた。出してた、うん。ほうほう青木だけ。あら、そう。うん。あとはもうベロンですよ、みんな。下まで、足首までベロン足首まで、ね、ベロンです。ズボンってやつや。そう、ズボン。青木だけは黒いストッキングが見えてた。 ええ、今、ヤクルト、ダワだけなんだ。それ見た瞬間にもう男だなと思って。男だと。参っちゃいましたよ。まあ、すごい転々としたじゃないあの人。はいはいはい。あの、いろんな球団を。はいはい。男になったんでしょうね。はいはい、確かにね。あの、前、ヤクルトに、メジャーに行く前、ヤクルトにいたじゃないですか。うん、あの時は、ズボンだった、ね。そう、ズボンだったんだよ。上がって帰ってきたんだよ。浮かれちゃダメだと思ったんだよ。<laughs> なんかこう、今しめ、着こなしなんだ <laughs> そ,うそうそう。だからやっぱりね、 もう全然オーラが違ったもんねそうですか,だからやっぱオーラが大事なんだよまあねあのさあの履き方を着方をすると、うん、なんかさ俊敏な感じがするするよする,するなんかルスイートっぽいさそう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 なんか基本的にベロッとしてるとあれだよななんかあのボーリングでもやりに来たんか <laughs> お前みたいなライトだなーって感じで, <laughs> でしょ、うん、そう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 わかるわかるだからダメなんだな あそうですか。青木一人だけだったっすか、ヤクルトで。これいかんですな。いかんですよ。ただ一人でもいるということでね、まあ、こう、いいチームなんだろうな、みたいなね。俺もやろうと。そうそうそう。まあ、我々のユニフォームはそうならざるを得ない。得ないタイプなんですけどね。はい。ぶっかぶかのね。はいはいあともう一つは、あの、近藤投手っていうのが、中継ぎで出てきまして。背番号50とかそうです、50の。 前見た時もさ、こいついいなと思ったときも、ちょった球速いんですけど、あれが多分、今、ほぼいなくなった近鉄なんだよね、元ね。え嘘はい。近鉄、元近鉄バファローズのバファローズです。マジっすかはい。あの人、あと3人ぐらいいんじゃないまだ。ほ<う>で、そのまあ、ルーキーで入ってすぐあの亡くなっちゃったってことだと思うんだけど。うほうほ,うほう ただ近鉄時代そんな人いたっけなっていう感じだったんですけど <laughs> うん、うん、すごいな今 <laughs> あそう。ビシですよもう抑えてましたああそう。はやばいなと思いましたそういう人が入ってくれるんじゃないかないやあれはやばいでしょう <laughs> ビビりますビビりましたねでだからなんていうのもう伝統を見伝説を見たなって感じですねあ,あれさ前さ前とか今年か はい、あの隣のさ軟式野球場で試合したじゃないですか、もうやっぱりないのはあれはないですよ、工事し潰してますから、ないんですそうかでなんかね、神宮球場も潰すらしいぞ、はあ移動するのかななんかね、ラグビー場と、はい、入れ替えだっけ神宮球場入れ替えるんだよ。 うんだどっちか潰してるときどっちかがなんか稼働してたテレコでやるみたいでさあそういうことになるんでしょうなどうん、かドームかすんじゃねえマジでただ明治天皇が OK 出すかだよああそうですよね明治天皇がそうでしょうだって明治天皇祀ってるんですからえー、なになあれなんかあ,あ,るあの宗教団体の教祖様にお願いするのかな明治天皇様っていかがでしょうかとかいや神道だからさどうしたらいいんだろうね まあいずれにしても、まあ、明治神宮野球場やからな、そう、明治神宮の考え一つで、そうな、なんか簡単にいろいろできないとは聞いたよ、そうなんだよ、改装したりとかさそうなんだよ、明治神宮だからね、あそこね、そう,そうだよね、うん、そうなんだよ、明治神宮野球場ですから、野球場じゃないんだよね、明治神宮、要するに神社なんですよ、そう今から思うとなぜ明治神宮がそんなものを持っているのだと、野球場とかラグビー場とか、<laughs> そうですよ。 バッティングセンターとかでスコートとかあんなにいい球場はないよまず駐輪場ただだからねえそうなの横丁にあんのよなんかここ止めろやっていうふうにコーンとかでやってんのダーターダーターですよあそうやばいってやっぱりさ都会っ子は自転車で見に行くのがいいよねそう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 神宮球場でそうなんだよかっけーあと花火上がってたよボンボンああ上がるね5回 終わったら<う>マジかよって感じだよね <laughs> そうですかはい暑いのなあだけどなあどうなんですかね暑かったねヘロだな,なんかよくやれると思ったよねピッチャーとかさそうそうそうキャッチャーとかそう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 さそう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 そ、ん、うそ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 うう マサカリ投法みたいな感じおお村田長次張りにそう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 うわっと思ったよ何<ー>ちゅう投げ方だっていう最近あれですよね案外こう足上げる高く上げる人が増えてるような気がしますなそうなんだよところが<ん>ワインドアップはしてないっぽいんだよねセットで足上げるのかいなそんな感じに見えたんだよねなるほどさ確かに今はセットばっかりだからなあのワインドアップとセットってどう違うのあれワインドアップはよ あの反動つけるからさ、うん、スピードが出やすいと言われて、ぐわ<動>、うん、ーんとこう反ってから、だって、だっていい、ぐわっと反ってから、一回、戻んない戻るけどあ、そう、戻ってる最中の反動そうそうそう、要するに一連の流れの中、はい、で、セットはよ、やっぱりなんか、基本的に7.8割ぐらいのこの動きの中で投げる感じじゃないですか。うんうんうん だからコントロールはよくなるんじゃないかと、うん、まあそうだろうね言われて小さくまとまった男になるって、ね、そういうことですねやっぱ男村田のようなピッチャーは減ってるんですわやっぱコントロール重視だからワインドアップはしなくなったんだなじゃあ、ね、そうだね、うん、まあ松坂とかね今振りかぶってるよね、うん、でもあとワインドアップをしなくても160キロぐらい出るような 無謀なやつらが増えてきてるかね <laughs> 確かに <laughs> いらなくねワインドアップみたいなねそうそうそう,そう,そうもうだからワインドアップ教えてないかもしれないねそうだな中学生とか高校生の時ね,うねどうせお前大体ランナー出してるじゃんそうそうそうする必要ないんでワインダップそんなに練習しなくてよくないみたいな合理的ですよそうだよねでもね意外といろいろとね学びましたおお何でしょうまず送りバント一回もやってなかったな やんないんだと思ってまあねプロはそんなやんないですよ、うん、やる必要ないなあんなものはゴミの戦法ですよあんなの、うん、言い切りましたねゴミですよ送りバントはゴミ戦法だから金取ってんだろとああなるほど、はい、送りバント見に来てんじゃねえんだよみたいなそうだね一か八かでダブルプレーになったっていいじゃんみたいなねはいはいはいダブルプレー見たいしそう見たいしさっていう感じ その批判を乗り越え、愛いぐらいになってさ、500個やりましたとかっていうときが、もう超人ですよ、ほーんってなるよね、あの人、ほら、なんて言ったところで、代打で出てってさ、バント決めて帰ってくるっていうのは、かっこいいよね愛い選手見たときに、やっぱ当時の巨人見てたら、自分はやっぱ殺さない人が一人はいないとだめなんだなと思ったよね、どきっちり全員が。 ヒーーロなホームランを打ちたくみたいな河合がいなかったらこれを崩壊だぞと思ったよ確かにねよかったね河合選手もああうところに人に囲まれてメッシ暴行っていうんですかねそれでね一応活躍できましたねまあそうですよバントねバントだから高校野球もやっちゃだめだよバントして勝った勝利に意味があるのかとどうですかないですねないでしょまあ実は俺すんげえバントうまいんだけどね なんで無言になるのそこ。それは技術的な話でしょ俺ほら小手先器用だから。うん。何でもできちゃうんだよね。バント、特にバントみたいなやつだね。うん。もう。俺でもバントって大体やり方分かってて、球が当たった瞬間手離すだろ、あれ。ダメだ、ダメだ。ダメなんだ。そう言われるんだけど、そうするとね、負けてね、フライになってたりするんだよ。あ、そうなんだ。逆にね、ギュッと握れって言うんだよね。なんかさ、握ってるとピョンとか飛んできそうじゃん。 殺さないとダメなんじゃないあのね案外勢い強いもんですからね、ぎゅっと握ってもね負けますから、そうなんだ逆にグーの方がまあいろんなね、ものすごく怪力の人とかもいるから、いろいろいるんですけど、なるほどどねまあだけじゃあさ、ここぞという時にバントやれって言われたらどうするわけよ。やらないよ。やんないでしょだから、できるうまいのとやるやんないは別じゃん。できるのにやらないのがあれなんか上手だったんだよ。 中村のりマジであ,れあの人にバント上手なの,の狂ったように振っていてだから骨が折れるぐらいまで振っている男あれ上手だった近鉄ですよそうそうそう、はい、自分で見てたら俺はバント上手いよとなるほど、ね、でほとんど失敗したことないとなんでって言ったら入団して直後に死のうとやったん あともともとなんか上手だったんだろうな。うん。死ぬほどやってもできない人いさ。まあさ、大体野球選手になってる時点でさ、常人ではないからね。まあもうそうですよ。そうですよ。ただ、すごい下手な人たくさんいる。あやっぱな。プロでも。あんまり練習してない人、ほらさ、ホームランばっかり打つ人はさ、練習しないじゃないですか。王貞治とかさ、しなくてもいいもんね、別に。俺は見たことあるぞ、王さんのバント。テレビで。一回だけ。 ったのそのそ試合ああわかん忘れたあ、ね、あの要するにもうバントしたショックでもう試合のこと考た <laughs> まあもうねあの晩年ねオー、うん、シフトでこう寄ってるじゃないですかで三塁側にバントすればいいのにとか打てなくなったらってずっと言われててとうとう一回やったんだよ、うん、でそれを見てしまっておお成功したのそれはいや多分ファールかなんかなったんじゃないかまあその時にもう<ー>ダメだなと思っただろうね本人も<ー>こんなことさせられんだったらもう <laughs> いや多分サインは出てない出てないんだ。そうなんだ。チームに役に立ってない今、あそこにバントすれば二塁打になるみたいなさ。あの人のあのさ、なんていうのあの、生真面目な感じがさ、どうなのって感じだけどね。いやいや、あの人は生真面目なだけじゃないですよ。俺は会ったことないけど。ランディ・ローズの周知はひどかったけどね、なんかね。ああ、あれね。タフィー・ローズか。うん。まあね。 あれはよくなかったけどねいやそれでさ、うん、その高橋っていうピッチャーが今回一番学んだわけはい、はい、俺はうん、うん、ピッチャーだから関係ないと思うんだけど打席に立つじゃん,うん、うん、俺は凡退でもいいんだ感がゼロなんだよ、うん、おそうだピッチャーってなんかさボートと立ってたりする人いるじゃんいるねはいはいはいいやもうね <laughs> 異様な闘志で、うん たまに食らいつく男なんでおいいですね、<な>素晴らしいですね。何な,なんだ、この人って感じ、うん、ああ、そう、それは素晴らしいね。投げればどんどん速くなっていく人は、たまがさ、あそう不思議な男でしたよ。はあ、いいですね、うんうん、あのね、本当にあの、やる気のないバッターがピッあの、ピッチャーがバッターになった時のやる気のなさは、うん、本当にき、ね、ょざめなんだよ。強ざめだよね、ボート立ってるってさ、終盤のなんか競ってる時のツーアウトなんか出てくるとさ、もうアウトになっていいからみたいなさ。そそそそう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  もうやめてほしいよ、申告アウトでいいじゃねえかってね、そうだよね、OK、OK っつってそうそうそう、感じでしいやだけどなんか、目つぶって3回振ってほしいよね、そうだよ当たるかもしんねえんだからね、とにかく、そのなんちゅうの、あれなんだ、高騰してたんで、なんかいいもあも、そのまま打つわけじゃん、もうね、送りバントのおの字もないね、あの人、ヒッティングで言ってましたよ。 いいいでですね若ん分かんないけど相当若いんじゃないあんま聞いたことないなけど顔がさ子供だったぜおおなるほど多分20前半とかじゃないのいいですねこのくそ熱い時にやっぱ若手が投げないとそうそうそうダメなんだよ嫌なんでそう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 あともう一個感動したのは中日の選手がホームラン打った時にレフトの 守ってる人ヤクルトたぶん日本人じゃないんだけどもう全く見てなかったもん打った瞬間にカンっつってもうそうそうそっぽ向いてて終わったなとその見極めの速さにちょっと俺はしびれたねプロっぽいねプロっぽいよもう打った瞬間にあさっての方向見てんだよ手とか突っ込んじゃうぐらいのかっこいいんだよ かっこいいんだよあれ逆が最近あってさメジャーでカーンとってよし入ったって言ったら入んなくてファーストぐらいにしか行けなくてさ味方ベンチからむっちゃマジで怒られてた多分何やってんだよってあれマジで怒るんだななんか笑うのかなと思ったらみんなマジで怒ってたバカなあな然なあてあなあなあな 手応えがあったったてことだもんね、はいうんまあ、風とかなのかね分かんないですけどまあど確かにそのカンと打たれた瞬間にもう諦めの良さっていうのはプロっぽいよねそうだよねああいいねまあ相変わらずスピードガンの横に「キリン生茶」って出てきたけどあれ何なんだよ出るいらないだろう<る>あれバーンバ145キロキリン生茶ってさ いちいち表示しなくても知ってるよそんなのっていうあのもう広告代理店のもうあれですよねキリン生チョコ AIG 保険かな絶対みんな見るしテレビもバーンと映すからさそうそうこれをでもさ広告媒体に本当単なるなんかゴシック体みたいなフォントだしたそうそう名前書いてるだけだねそう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 もういそうなんだよね感じでしたよなかなかあれですねやっぱりこのただ 見て楽しいっていうのももちろんあるけどね役に立つもんですね立ちますね立つ守備はねあんま立たなかったけどねああそうやっぱこうやる気とかさ姿勢みたいなものは学んだよああそうか君は学ぶかもしれない学んだよ本当にやっぱ球は追うでしょ来たらみんなまあ打った瞬間やばかったらもうそっぽだもんはいはいロープだからさでもすごい 飛びつ外野手もね青木さんも飛びついてたしあれね昔ほら人工芝の質が悪かったからさ、うん、やけどしちゃってさっ、ね、摩擦でね、うん、そうそうそう,そうほんであのだから夏でも長袖のアンダーシャツとかねみんな着てたんだけどね今は随分変わったらしいなるほどね、うん、滑りがいいんだねうんいいですねてな感じですよありましたなかなかあのやっぱりはい野球を見るというのもいいですよ役に立つということで,いいで まあとはいえ、近々われわれは今度、試合の予定が組まれておりましてね、秋、これないんだっけ秋、これないですよ、だってトリプルブッキングレベルの日なんですよ、それ、どういうことですか、レッスンじゃん、バーベキューじゃん、リハ、本番個もないそうなんだけど、そうなんだけど、4つ目入ってきたの、試合じゃん、4つ目を優先は無理なんだよね、やっぱ、そうですか、まあね、やっぱり、なんて 先に入ったのが優先ですかね先で先出し方ですからね。ということですけども、まああのー、また試合の報告になるかどうかわかりませんけど、ねそうですね、でも多分、できるんでしょう、うん、今回は、うん、台風来てるけどねうんなんかあの台風は平気そうだけどね、まあ、やるつもりで、はい、あれですから麻布の球場なんですよ、今度広尾の有栖川公園の上にさあるんですよ、グランドが。 そうそうそうあそこら辺に住んどったのそうなんだよ俺も考え深くてさ散歩であの辺住んでてそう思ってさあるなやってみたいなそう思ってたのよやっぱすごいよねあのね白金にもキャッチボール場があるんだぜどういうとこ港区の区のキャッチボール場そう公園の横に長方形でフェンスがあってキャッチボール場があるマジっすかど 白金だね。あのー。なんか白金で、ね。<laughs> あそこら辺で、ね、寺とかいっぱいあると。<laughs> タツタツはい、はい、ありました。<laughs> ということで、まあ、今日は今、昨日、うん。野球観戦、感想のでした。のはいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。した草野球を笑うな。